はい、こんにちは、プロトリフチャンネルです。今日はですね、ここ最近すごい人気が上がってきている、アルブカですね、コンコルディア、これそうなんですけども、ちょっと薪は甘いんですけれども、入ってきましたね。これしっかりと風に当てて、まあ冬型植物なので寒さには強いので、ちょっとですね、屋外の風のよく当たるようなところで栽培していただければ、もっと薪は強くなってくるんじゃないかなというふうに思います。とは言ってもですね、これおそらく温室で育てているので、いきなりですね、この1月2月に外に出しちゃうとちょっと葉っぱがくてんってなっちゃうかもしれないんですけども、徐々に徐々にですね、寒さに慣らしていって、で、風よく通り抜けるような場所に置いてあげれば、これはこれで、いい状態にまでですね、持っていけるんじゃないかなというふうに思います。まあ一株持っていればですね、ちょっと面白い形に仕立て上げていくのにもいいんじゃないかなというふうに思います。まあ、夏越し、夏はお休みになっちゃうので、冬場ですね、にいかにうまくきれいに育てていけるかっていうのがポイントにはなるんですが、夏越しの場合は、本当に乾燥気味にですね、管理していただいて、株蒸れないように、根腐れさせないように管理していただくっていうのが一つポイントかなというふうには思います。この辺のなんていうんですかね、ちょっとくるくる系のもの、最近すごく人気が出てきてるんですけれども、ぜひですね、一株持っていて、この姿形、それぞれ、一個一個違ってきますので、ぜひですね、その姿楽しんでいただければなというふうには思います。